ミネアポリスサウンドは、ファンク、ロック、ポップ、シンセポップ、ニューウェーブなどの音楽をもとに作られた音楽ジャンルで、1970年代の終わりにプリンスをパイオニアとして成立したとされる。ジャンルとしての人気は1980年代に、上日のプリンスほか、ザ・タイム、ジャムレイス、彼らのプロデュースを受けたジャネット・ジャクソン、モーリス・デー、バニティロク、アポロニアロク、タマラ&、 ザシーン、シーラ・イー、ジェシー・ジョンソン、ブラウン・マーク、マザラティ、ザ・ファミリーラの同ジャンルに属するミュージシャンの勢いを受けて上昇した。ローリングストーン氏アルバムガイドは、ミネアポリス・サウンドは、80年代半ばの R&B やポップスに大きな影響を与え、言うまでもなく、エレクトロ、ハウス、テクノに次の20年分の影響をもたらしたと、評している。 多くのミネソタ出身のミュージシャンはもちろん、その他のアメリカの地域及び、他の国の出身のミュージシャンに至るまで、例えば、レディフォーザワールドや、シェレール、シーナ・イーストンなど、プリンス及びミネソタサウンドの影響は及んでおり、それらの音楽は、より広範に、ファンクロックなどとも称される。ミネアポリスサウンドの中心地と称される、ナイトクラブファーストアベニュー。 ミネアポリスサウンドはファンクに属するジャンルだが、伝統的なファンクとは若干異なるサウンドを持つ特徴がある。ありがとうございます。